動画をご視聴中の皆様、お若い。どうも、ケルディ爆弾です、今日はね、プラゾリアン副支店長を処刑しに、野川御殿潜ってきました。先月の11月27日ですかね、プラゾリアン副支店長が、ソロ固定で銀プリ100人斬りを果たしたそうで、おめでとうございます。それでまあケルディムでゼロ相手にするのって結構きついと思うんですけど、まあまあ2対1なんでね、ここはもう気合と根性で頑張っていきましょう。さあ、これプラゾリアンスカイアタックが来ない。でね、プラゾリアンくんさ、なんかケルディムを見下してるところがあるんですけど、まあだから露骨に埋伏してくるだろうなと思って適当に武装を撒いてるんですけど、まんまと当たってくれてますね。さあ、ノーダメで覚醒持ってこれたんですけど、まあ、多少のダメージと引き換えに落とせてるんで、まあ、全然いいでしょうね。で、このまま2機目も落としていきたいですね。また、ロックがなぜかギスに向いて、まあ、多分ギスをダウンさせてから、ケルディム行こうと思ってるんでしょうけど、さあ、結局来ましたね。避けたと思ったらギロビ。この時点で、あと2回コンボ食らったら落とされちゃうんで、かなり怖いですよね。で、ここもちょっと縦張りたかったんですけどね、CPU の使い方うまいんですよ、これ。さあ、ここがもっと怖いんですけど、まあ、僕がダメージ与えちゃったからいけないんですけど、なんとローゼンの覚醒技でギス落ちちゃいましたね。もうこの時点でワンチャンしかないですよ。ああ、怖い怖い。さあ、なぜか覚醒技、CPU に。さあ、ここも埋伏読みでメインからのギスメインで、処刑完了ですね。まあ、今日の相方曰く、2対1でプラゾリアンに負ける意味がわからないっておっしゃってましたね。では、ご視聴ありがとうございました。